安田善三郎の写真。第三銀行討取時代、安田善三郎から1930年1月9日は、日本の実業家、政治家、実業家、伊藤忠和の子で、安田善二郎の向こう用紙。安田財閥を指導し、様々な企業の重役を務めた。高学歴の人材登用など、財閥の近代化を図ったが、善二郎と対立し、離縁される。 貴族院議員、小野陽子の祖父、1870年10月10日生まれ、宇和島藩士、伊藤忠和の子で、旧名を、伊藤貞太郎という、1892年、帝国大学法科大学卒業後、安田聖区議所に入社。1895年、安田財閥総帥、安田善次郎の次女、ル子と結婚。同時に善次郎の養子子となる。 明治商業銀行、京都銀行、安田商事、安田銀行、第三銀行などの監督、大垣京立銀行、帝国製麻の社長、130銀行、日本商業銀行などの頭取、品野銀行取締り頭取、東京火災会場運送保険、東京建物、横浜電気鉄道などの取締役、金が淵防石、共済生命保険、水戸鉄道、 日後銀行などの監査役を務めた。また、韓国銀行、朝鮮食産銀行の設立委員、経済調査会委員、東京商業会議所議員などに任命されている。また、東京府多額納税者として1914年3月2日より、貴族院議員に3回ご選されている。妻の父親である、 安田善次郎の家督を継に二代目となったが、安田一族と善次郎との確執から1919 19年に安田家から離縁され、善座風呂一家は東京横網の安田邸を出て鎌倉に転居した。ジップは糸見忠一で、養父が安田善次郎。実弟の意心心も実業家である。長男は創生。次男が画家の安田和次郎で、妻は伯爵。 寺島宗則の孫、京子。本当の三男は、生後すぐに養子に出された、片岡二左衛門。表向きの三男は彫刻家の安田柊三郎。四女磯子は、銀行家、小野栄次郎の息子で、横浜賞金銀行サンフランシスコ支店副頭取や、ハノイの戦時銀行支店長を務めた、小野栄介に嫁いだ。その間に生まれたのが、小野陽子である。 ありがとうございます。